マキシマー伊集院光です。<laughs> これ、もう朝でも、あの、夜でも、はい、あの、ポッドキャストを始めるときにはもうこれからみんなマキシマムっていうことに挨拶になります。だって、ほら、いつダウンロードしてるかわか,からない。まあまあ、そうですね。で、どんな方が、目上の方がダウンロードしてるかもしんないし、そう,そう、あ、そうです。ですクソみてえなやつがダウンロードしてるかもしんないから、<laughs> 誰だよ、それ。あと、普通の人がダウンロードしてるかもしんないから、そのすべてにおいて使える、マキシマー挨拶、はい、挨拶。挨拶 マキシマーうーん。マキシマーンどうも。このコーです。お願いしまーす。メーンとかなんだよ、メームってわかんねえな。一応今日、もうちょっと時間的にもその3本で終わりそうだったんですけど、はい。あの、もう1本は、日本シリーズ。あ、お互い野球好きですから。はいはいはい。この後クライマックスシリーズがどうなるありますね。最終的に日本シリーズどうなっていくよみたいな予想なんですけど、はい。 まずセリーグからいきますか。もうね、セリーグはもうほんとね。お前ヤクルト好きなんだもんな。ヤクルト好きなんですけど、この終盤に来てるこのタレ具合からすると。そうだね。これがね、ちょっと、ま、あでも短期決戦ですから。これさ、多分、ダウンロードを、が解禁になる日が、えー、水木金土、土土土曜とかだから。はい。おそらくもう、中日の優勝は順調に行けば決まってたりとかするんで。うんうん なんかお、大事が起きてたりとか,かわかんないけど、<う>ほら、ねはい、今日の朝の新聞にも野球ファンなら全員がええと思うような、落ち合い,い性転換みたいな、はい、そういうやつで出てるって。<laughs> 今更大逆転今更前なら OK だったのかっていう、そういうのが起きてる時すげえ恥ずかしいこうになるけどね。ど例えばこんなこと僕は割とセリーグは中日ですから、想像もしたくないですけど、中日が垂れ続けて、逆にヤクルトがグッと上がって、やっぱりヤクルトってことも考えられるじゃないですか。もちろんもちろんそうです。だなんとも言いませんけど、まあ、今日この月曜の深夜の時点で考えたら、 まあ中日がこの残り3試合1勝もしないもなさそうだし、うんうん、まああとヤクルトが残り試合でいっぱいもしないってのも、まあなさそうだからドラゴンズ行くんじゃねえのとは思うんですけど、うんうん、そうやって考えると、ドラゴンズもあのヤクルトにババンって勝った勢いで行ってればあれだけど、はい、今言ったみたいに、中日もまあまあ1勝はしたよとか、もしくは1勝もしなかったらヤクルトが1個負けたおかげでみたいな優勝の力だと、はいはいはい で、ジャイアンツが今の勢いキープすると、ジャイアンツあるよね。いや、ジャイアンツって、全然んですよクライマックスシリーズでジャイアンツとある。小笠原選手も戻ってきたし。挑戦する立場ですからね。フ安だよね。で、しかもラミレス選手とかも調子いいですから。あとは渡辺つんねおさんが余計なことを言い続けてくれれば。そうね。<laughs> なんね、みんなのテンションが下がるようなことをずっと言い続けてくれればいいんですけど、<laughs> はい、そこを。ジャイアンツも怖いですからね。怖いよね。はっきり言って、はい。で、中日は、 僕ね、落合監督のすごいところっていう、ギャグがないやつ言っていいお願いしますじゃ、ずーっと、あの、金玉握ってる。ごい握ってる。真面目に言ってるてますに。あ、じゃ、金玉の、あの、えっと、今から、机の下で金玉を出して、で、その袋の両サイドをつまんで、えっと、金玉で、ちょっとしたこう、あの、シャワーで水を溜められるような感じに。ムササビみたいに。ムサビげて、ムサビ見たで真面目な話するんで。何言ってんすか今、やってるから。やってますよ。で、あの、 で真面目なことですけどね、言うのは <laughs>。えー、和田選手を思い切って一回二軍に落としたじゃないですか。はい、で、上がってきたじゃないですか。はい、谷繁選手を突然、やったこともないファーストで起用したじゃないですか。落合監督のいろんな能力の中の一つに、落合監督はその選手の校長不調を見極めるってことに関して、すごい重きを置いてるんです。うん、なるほど。これは中日の二軍の井上監督。 はいはい、井上監督に聞いたことは、本人から聞いたんですけど、はいはい、落合監督にどんなことを言われますかって聞いたら、うん、井上さんは、今、要するに、井上お前は、その選手の好不調を見極める目はお前にもあると。だから、今ウエスタンリーグで2軍で、今調子が上がってきたっていう選手を逐一報告しろと。 へぇで、落合さんが自分の目で見て、ああ、なるほど、今これは調子の良い,いところだと。はい、落合さんは、そのプロ野球選手になったその実力の中で、うん、その調子の良い,い期間には、は絶対誰にもあって、うん、この時は手がつけられないみたいなことは、を考えてると。なる,なるほど、なるほど。で、その理屈で言うと、あの、急に、ああ、ごめん、金玉から手離しちゃった。はい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 、すいません、今、ごめん、セーフ、セーフ、セーフ、えっと、 だから、そのことを頭に入れると、あの、谷繁さんを急に起用して、そっから谷繁さんが打ち続けることとか、ちょっと頷けるんですよ。あと、和田選手を一旦二軍に落として、いわゆるその、競馬でいうところ放牧じゃないけど、して、戻してきて、で、打つってすごくわかるんだけど、果たして、このバイオリズムみたいなもの、選手の好不調みたいなもの、和田選手って止まってんの止まってないのと思うんだよね。上がってきたばっかりに比べると、ちょっと止まってるよね。 で谷繁選手は昨日の試合の成績を見る限りはまだっていう感じやんだけど、うん、これが、その、クライマックスシリーズン入るとどうなるのっていう。うんうん、もしかしたら、ブランコ選手がもう一回爆発しなす、押すのかもしれないんだけど、ここに関してちょっと不安材、ね。まあでも、逆にだからそこも、今まで今年はちょっとね、成績を低迷してたけど、その、 クライマックシリーズの短期間で、ラッキーボーイ的な存在にもなり得るわけじゃないですか。だから一戦の森のあたりが。ねえ、あ、だから森の選手とかも打ったら。うん。ごめんごめん、ちょっと今コーヒー飲みたいんで飲みで話したいんで、片手だけ話していい金玉から。<laughs> 片,手片手だけ、片手だけ。今だけ、今だけですよ。すみません。<laughs> <laughs> ちょっと、缶コーヒー開けて、開けてくれ片手じゃ開けないらい今せ、うん。ん <laughs> ごめんね、ごめんね。もう、もう縛りがこれほら。今 <laughs> <laughs>、まあ、ごめんなさい。あの、衛生ティッシュで拭いてるから。<laughs> そう。まあ、中日がやっぱり有利は有利。ね、トップで抜けるチームは有利なんだけど、ねうん、下手したら有利順って中日、まあ、ヤクルトファンのとごめんなさいね。う、まあ、ヤクルトファン君もそうだけど、はい、中日、巨人、ヤクルトっていう順番かもしれないなと。そうなんですよね。だからヤクルトにちょっとね、踏ん張ってもらって。うん。ただな。<laughs> そう、もう、バレンティンとかだよ。だからヤクルト俺、キーはバレンティンと見たんだよね。バレ,ねバレンティンが、あの、バレンティンか。<laughs> バレンティあ <laughs> の、どっちかだと思うんですよね。そうですね。畑山なのか畑山なのかそれはどっちかなんだよね。そ,よそれもでかいですかね。バレンティンね、チャンスで打たないんですよね。<laughs> そうなんだよね。ポコンっていくんだね。そうなんですよ。えー、いつ当たるか分かんないんで、その当たるね、えー、目がこう、来てくれると。パリーグ。 パリーはもうさ、当たり前のようにソフトバンクに。うん、俺は日ムファンだから最後はルールがある以上は日韓も応援するけれども、はいはい、でも普通に考えてソフトバンクじゃなきゃいけないっちゃいけないよね。今年のこのゲーム差で、結局ソフトバンク以外のチーム行っちゃった場合に、うん、何なのを楽しみになっちゃうんで。ね、んだけど、<laughs> ダルビッシュ。ダルビッシュすごいですからね。 ダルビッシュ。だダルビッシュはもう勝つって決めなきゃダメなんですよ、僕の中で。だってもう、はいはい、ダルビッシュが勝たない前提だったら何もない,ないです。何もないですからね、もちろん。で、あとはその、オリックスとセーブ、今オリックスの方が有利だけど、どっちくんのっていう。そうですね。あり得るでしょう。あり得ますよね。どっちが嫌なのかな日ハムの相手としてオリックスとセーブ。 オリックスは僕、金子選手がもう、金子選手はちょっとシーズン出遅れただけで、もうダルビッシュ、田中、その、あの、正さ投手と、双癖な感じのピッチャーなんで、相当きついですよね。一枚で言えば。一枚で言えばただ、西武も、そうやって考えると、ホワシ。ね。えっと、西口が今年ちょっと、ちょっと復活してんだよね。 あともう一人、枠井はそうでもないんだ。今年枠井はそうでもないんだ。んだあ岸ね。あ岸、<う>岸。岸北、ね、の母でおなじみの岸。はい、<laughs> 完璧なんいですか <laughs> ね、それであと、中継ぎでまた、え、復活したのっていうのがさ、<laughs> あ,あいつですよ。東京出居、主家局でおなじみの、<laughs> ね、東京都殊、主家局でおなじみの、<laughs> シュミ民チェ選手ですよ。はいはい、あのあたりがきちんとしてますからね。 そうですね。どうただ、日ハム打線やばいよ。日ハム打線の今打たなさやばい。そうですね。あの、あの沈黙さやばい。そうですよね。企業、だってダルビッシュが投げた試合も点取れなくて。負けてるし、ね、他のピッチャーもそこそこ頑張ってるのに。うん、でいて、その、事故みたいな選手がいないじゃん。うん、日ハムに今。うん、その、ここに打たれちゃったらしょうがないよみたいな選手がいないけど、セーブって多少不調でも、すいません、あのー、 ご飯いただいた分食べ終わっちゃったんですけれども、あればでいいです。あればでいいんですけども。いや、皆さんどうします皆さん、いや、いや、僕はもういそろなんで、そんな、僕、いいですいいですかえもう一杯いただいて、くんがさ、よくね。よく待ったね、今ね。俺のキレも相当悪いのに、ああ、待たせてんなと思う。プレッシャーでちょっとやられちゃったけど、よく待ったね、今のね。したよ。じゃあすいませんパスタ パンタかよ米食え同じおかわりだけど。で、そのとか、中島選手とか、もっと言えばフェルナンデスとか、ヒルナンデスは全然当たんないの。ヒルナンデスは今後多分そんなに当たることはないと思うんだけど、フェルナンデスの方は、要するにゼロからのゴンっていうのあるじゃん。一発ありますからね。そこなんだよ。そうですね、今ね。そこなんです。難しいですね。 どっちがいいんですかねハム不利だと思うそういう意味じゃ。ですよね。ゴンがあるのと打線が今度。だから、ハムはセカンドの、その田中選手が戻ってこれんの、来れないの、みたいなところなんですよ。いや、本当そうっすよね。このセカンドの田中健介選手が、戻ってこれると、ちょっと、まあ、まだ、まだ、ねえ。ながる野球みたいなできんのかなと思うんだけど、うん、今のままだとちょっとね、そうですよね。きついですね。だからソフトバンクは思いっきり、 トップで、うんうん、で、その次を来てるのが、西武がここでもし逆転見たら勢いで、うん、しかもその逆転するにあたって、実は自力以上ないんだけどね。はい、逆転するにあたって、あのー、すいません。これ、あのー、追加料金いるんですか <laughs> それともあ無料なんですかじゃあすいませんどこ良くないですかだから。あんまこれよくないのよ。<laughs> <laughs> もうちょっとできる感じだったね。<laughs> もう、なんか考えてみたらダメだね。はい、<れ>ダメでした、ね。ダメだったね。えー、えー。じゃあ、もう一杯、稲子のつくだりを山盛りで。<laughs> 気持ちあり。お前の食生活気持ち悪り。<laughs> これまあまあかな。で、その、おかわりくんが活躍しつつ、うん、その逆転3位になれば、はい、その勢いで、日山の西武にやられる可能性あると思うんだよね。うん、な、そこ、クライマックスシリーズン、そのな、なんか勢いってすごいですよね。すごい。どんだけその、なんか勢いづいたと。ね、だから嫌いなの。 まあまあ、そうなんですよ、ね。だから、もうこれいつも言うんですけどね、ねいつも、ね、あの、クライマックスシリーズ反対だから日夜も優勝しちゃいけないとかってことは全然ないんですよ。クライマックスシリーズはま、はい、僕の中では間違ってるとすら思うルールだけど、ある以上は誰も悪くない。去年のロッテだった。はい、ある以上、最初、はい、そのシーズンの途中に急に鍋つねがクライマックスシリーズやんねって言ったのはそれはダメだけど、はい、最初からあるルールだから、はい、それに参加してる以上は絶対それで勝って日本シリーズ行ってほしいけども、ちょっとね、 そ,ね、その勢いで決ま、こんだけ長くやったら勢いで決まっちゃうっていうつまらなさみたいなちょっと、ね、うもうありますし、だからその勢いを潰すぐらいのね、やっぱ周囲のチームで戦ってほしいっていうのもありますから。ね、そうだね。うん、えー、でもこんなことを言ってるのに、うん、ね。はい、全く俺たち落合性転換に全く触れがないっていう。<laughs> 野球ファンからじゃ、ちゃんちゃらおかしいっていう感じになってる可能性はあるね。はい <laughs>。あの、野球ファン以外の方、俺野球興味ないから全然わかんねえよみたいな、あの、講義は一切受け入れてません。<の> <laughs>